こんにちは、いつもの淡井圭介ですけども、はい、やっぱりパソコン以外ではすぐに励ませることに人が集まってきて、はい、自分側じゃなくてもいいのとか、何かそういうふうなことを挑発行為を言ってくる老人男性とかが来てますね。はい、今電話に出られているのはどなたでしょうか。あ、私平田と申します。あ、平田さんですか。はい、もう正直事件番号100894、2008年路上で私を殴りかかってきたのは平田さんですよね。髪の毛染めてた頃。違いますね。何回も東山小学校とか複数の人間で来たりとかしてましたよね。昔から僕の前に行ってないです、ね、中和株式会社でも一人で来てましたよね。でその時目撃していたのが竹縄と名乗っていた人間、本名かどうかは分からない、中和株式会社で店長をしていたもので、先田と名乗っていた人間もその男も警察官として警察官の服装をしていて、有馬警察署で働いていた。で、その先田というものは人民会病院の医者をしていた、精神病院の。これもうこんなまともな社会絶対作れるわけないですよ。パソコンのパスワードとかを記載している内容を通報しているのに警察官が取り返してくれない。エネルギーの残存量問題は平田さん覚えてくれてますよね。僕だって人間だから一時期忘れてたことありますよ。20歳ぐらいの頃に河川の撮影とかしていました。でそれありきで兵庫県知事が井戸さんになってたんですよ。はい、八田川のそばに井戸があって、で、その河川水門開閉式地下水流ストレートトンネル発電によって多くの電力を賄わなければ、先々、もう我々が生きてる時代で輸入が大きく数量制限、石油やガスされてもおかしくないし、止まっても普通。はい、よくわかりませんけど、はい。僕は20歳ぐらいの頃に技術的採掘可能埋蔵量、国連の発表しているデータ、世界国勢税で69年分、2011年のデータで59年分、2022年のデータで54年分、ロシアは今、1万5000メートルまで底掘ってくれてるということになってますけども、その表記もどこからどこまで本当かわからない。本当はアメリカなんじゃないかなと僕は思ってます。皆さんのご存知の通り、もともと石油の消費量はアメリカは1位、2位が中国、3位が日本。途中で中国は1位に変わってるかもしれませんけども、人口対比で考えると先進文明化してくるとそれはそうになるはずです。で、もともとアメリカはずっと戦争をしていた。わかりました。ちょっとアウトがセーフかでね、その今春山整骨院にその喧嘩を売りに来た老人男性、お前側じゃなくても縁かっていうことを言ってきた人間、どういう意味で言ってるのかとか、そいつの名前とか聞きに行くのは、これはアウトかセーフかどちらです。まあ要件なしに言ったらアウトでしょうね。っていうことは要件はあるっていうことですよね。正当な理由があるかどうか次第だと思います。十二分に今まで通報した内容とか聞いてもらったら正当な理由だと思いますよ。で、この状況をね、警察官の人たちもどう思っています？ガソリンをただただ消費する社会で、ちょっとしたことですぐに春山整骨院に集まってきて喧嘩売りに来る。はい、ちょっとで、しかもガソリンを消費する。わからないです。いや、もう普通に第三者が聞いた意味はわかります。はい。いや、聞きますよ。まあ、という内容で、例えば佳子さまのことをあれこれ言うことに関して、その老人がそういうふうに言ってきた可能性もあるんですよ。これだからね、その警察官の人もその電波で正確な内容とかはコンピューターから聞こえてくるっていうのは分かるんですよ。例えば私の父親が、まあ、だいぶ前からそのかなり、まあ、認知症が入っていると。で、入ってるっていう言い方はちょっと悪いかもしれませんけども、その意識的に、ね、その物忘れがひどかったりだとか、まあ、もうかなり、まあ、老人なんですけども、行方不明になった時に警察に通報した時に、その探し出して家にすぐ連れてきてくれましたから、電波によってその位置を特定できたりするのは分かります。で、その正確な情報を僕の頭で考えただけで、多分テレビ局関係の人間なんじゃないですか。春山整骨院にたくさんそういう人間は多すぎるんですよ。
もともとそういう人間は自分から言わないと、プライバシーの侵害だから相手の頭の中で考えている内容なんか聞こえてはダメだって。だけどもそれをしてないからそういうふうなことを言ってきた老人がいた。でそれは佳子さまに対してこう喧嘩を売ってるとかじゃなくて、文句を言ってるんじゃなくて、状況説明だからある程度厳しいような言い方で聞こえるかもしれませんけども、別に怒鳴ってとか怒って言ってないですよ。でそのしてることとかね、でどうなってるのかっていうところで、ね、これおかしいなっていうことを理解した時に、それさっと言わなかったら、正直公務の内容を見てもらったら分かると思うんですけども、二十歳そこそこでね、やっぱり社会出てきて佳子さまも騙されてるといえば騙されてるんですよ。だから植林に関しての映像も2種類あって、最初の頃はこんな鉢植えみたいなところに木を植えて、そこに土植え入れてるんですけども、11ヶ月前の映像では、地面にねその木を植えてるっていう、その植林なんですけども、それも本当は無理がある。公園とかを見る限り、しっかりと上に土を、まあ、30センチぐらいは積まなかったら根っこは出てきて、公園の木も枯れています。ほとんどの公園がそうです。だから本当の答えっていうのがあるのに、そのわけのわかんない公務をさせられてる。緑の輪だとか、まあ、変な公務多いですね。で手話も本当は手話が見えるっていうことは字が見えるはずだから筆談の方なんですよね。で他にもおかしな公務はたくさんあります。例えば女性の甲子園の試合ですけども、もともと高校野球も皇室の方は試合見に来たりしてませんから、まあ、僕は何か言ったことが影響してるのかもしれませんけども、ただその話をずっと続けていかれると、なんか万博まで僕のせいにされそうで、それは話が違うなっていうことになりますね。でこれは佳子さまのせいにしてるんじゃなくて、明らかにこれは国会議員と各、経団連の、経営者の人たちの責任なんですよ、まず間違いなく。でさらに言うと、万博はもう国連の責任ですからね。国連はなぜ万博をすぐに条約からなくさないのか、その辺のところで口先だけでは誰でも言えますよ。2019年対比で、2035年には化石燃料の消費量を 65% 削減しましょうって、それ分かってるんだったら国連ですぐに万博の条約消さないと、オリンピックとかも。だからできるべき、するべきことを早くしましょうっていうことですね。まあ話の内容だいぶ変わりましたけども、この間若松さんっていう人、有馬警察署に行って話した時に、平田はもうここにはいないって言ってたんですけども、有馬警察署に電話して出てきたのは平田さんでしたね。これが現実です。世界に対しての SOS、 放送界、法律業界に対しての SOS です。で未だにそのパソコンの、パスワードとかを記載した、ノートとか盗まれたままですね。だからそれいろんなもののパスワードが載ってるからめちゃくちゃ困るんですよ、ありとあらゆるパスワード。